こんにちは、カッパパです。ここはですね、千畳敷ですね。というわけでございまして、今日は木曽駒ヶ岳を登ります。木曽駒ヶ岳はね、ほんの2ヶ月前、7月の半ばに登ったばかりなんですが、その時はね、ソロの天白だったんで、株ママは今回が初の木曽駒になります。この日はね、霧ヶ峰の宿を予約してますので、木曽駒山頂を往復するだけの登山です。はい、それではね、今回のルート、ロープウェイから野越浄土まで登って中岳の山頂経由で木曽駒へ登ります。下りは中岳を巻き道で迂回してロープウェイ駅まで下ります。はい、それでは出発です。だね、八丁坂を登っていきましょう。とカバは初めての木曽駒。最高。関西の仲間の真似して最高。おお、どっこした。お久しぶり。二月ぶりだね。はい、野越浄土です。正面はね、中岳、木曽駒の奥側になります。あれが宝剣岳ですね。尖ってんね。はい、でこっち行くとね、直接は見えないですけど、稲前岳へ続く稜線です。野越浄土をね出て、宝剣山荘の脇を通って、中岳の方に向かいます。宝剣山荘、なんか改修してんかな、時間あればね、宝剣寄ってみたいと思います。で、この岩がね、これ有名な岩なんですよ、これ。わかるかな、マサキ岩っつってね。すごいガスガスの中、関西登山機のまさきさんとね、ここで会いました。ガスガスの向こうからね、カバババーって声聞こえてきて、ちょうどこの岩なんで、ね、今でも覚えてるんだけど、はい、あの時とは打って変わってこの絶景ですよ。いやーいいね、最高だね。ニコニコちゃん最高。来たね。はい、木曽駒が見えてきました。あ、もうあそこの御嶽が見えますね。わあ、くっきり見えるね。やっぱ晴れてると近くに見えるんだね。
きましょう。はい、中岳ね、だいぶ降りてきました。はい、で、あれが駒ヶ岳頂上山荘かな。ちょうど2ヶ月前ね、あそこの天場で一泊させてもらいました。はい、いやー晴れてるね。過去2回ともね、ガスガスだったからね。はい、それではね、ラスボス、今から木曽駒に登ります。もう登山道はね、登山者の列になってますけど、まあ、大体ゆっくりって30分ぐらいですかね。山頂見えてきた。来たよ。はい、木曽駒山頂です。こっちはね、八ヶ岳や北アルプスが見える方の斜面ですね。あ、やっぱ人気あるね、こっち。みんな休んでる。はい、いやー、おはい、木曽駒神社もね、向こうの稲駒神社も人でいっぱいですね。これは何、記念写真待ってる人か。はい、というわけで、本当はねもっと長くいてもいいんだけど、今日帰りね、ここから見えますけど霧ヶ峰の方の、ペンションにねちょっと宿泊予約してるん でそこのね夕飯に間に合うためにね、ちょっと早めに降りたいんですよね。ということでございまして、今から木曽駒を下山します。下りはね、ちょっと滑るんで動画回さなかったんですけど、木曽駒降りてきちゃいました。で、下りはね、またあのこの中だけ登ってくるの嫌なんで、こっちに巻き道があるんですよ。で、巻き道を行きたいと思います。おー、これが巻き道ね。なかなか、今年は冬は無理だね。思ったより険しいね。確かにね、冬はやばい。正直言ってね、巻き道だって舐めてたわ。両手ストックとか持たずに、岩をつかめる状態だったら、そんな難しいところじゃないんですけど、2つ3つ切れ落ちてるところがあるんで、まあ夏限定でしょうね。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんだその疲れ切ったあれは。はい、まあ、ここ残し浄土なんですけど、稲前岳の往復してね、それで降りようと思ったんですけど、ちょっとねこの後あそこに見えてる霧ヶ峰の方に宿取ってあるんで、まあ、余裕持って帰りたいんで、今日はねこのまま、あそこのロープウェイの駅まで降りちゃいます。
ということでございましてね、木曽駒ヶ岳株ママ復活編ということでご視聴いただきました。ありがとうございました。